すいません。最初のオープニングの最初の部分撮れてなかったので、このまま続けます。皆さん、こんにちは、こんばんは。レイコドリームのレイコです。最初の方がね、撮れてなくて、申し訳ありませんでした。本日使うものは、久しぶりに、あ、こちらもだ。こちらの、クリアーボード、クリアーボードと、ライナーモード、日本付き。と言います。これは、パチコさんから出てる商品ですね。はい。こちらを今、今回、使って、なんか変わった形を作りたいなと思ってやってるところです。あ、そうだ。薬飲まなきゃ。公開してる間、ちょっと薬飲んできます。はい。お待たせしました。効果が終わりました。こんな感じです。ちょっとこうなんか、水晶な感じ、しません？しませんっていうさ、言い方いいのかどうかわかんないけど。で、今日は、あ、ごめん、材料とか言ったっけ？材料とか言ったっけ？ごめんなさいね。レジンは、あ、今回はこの、なんで、格絵工房さんの、マサルの、空を使って、ちょっと模様をつけていきたいと思います。でね、正直、どういうふうに、つけようか、全然、なし、考えてないんですけど、なんかこれを、ちょっと待って、型から出した方がいいかな。ちょっと取れないよ。もうこれね、新しい、ライナーモードだと、この、結構ね、くっつき具合が、すごいね。ここがね、どうしてもほら、折って収納しちゃったから、ここがどうしても折れちゃう。難しいですね。取れない、取れない、取れない、取れない。あ、取れた。取れました。はい、こんな感じで。まあ、やってあります。まあ、これにちょっとね、模様をつけていこうかな。と思ったりしてるんですよね。で、模様なんですけど、パレットと、筆、こちらでやっていきたいと思います。ちょっとね、どんな雰囲気になるか、全然わかってないんですけど。あれ、クレンザーで合うかな。はい、筆上がりですね。で、まず、これを、どうしようか。これ、型から取ろうか。型から取ろうかね。まあ、もう、これ、多分、この色が、あ、これあんま入ってないな。もうだいぶ使ってるからね。だいぶ使ってるから。あんま入ってないかも。
入ってないね。新しく出さないとダメかな。これで書くってもう無茶かね。こっちの方がわかりやすい。よいしょ。全然適当ですよ。今思いつきでやってるだけなんで。わかりづらいかな、わかりづらいか。ちょっとわかりづらい？これ無理かな。あまりにも透明すぎるか。確か前の時、多分書いたんだよ。やっぱね、透明、目立たないね。ちょっとやめます。取ります。きれいに取れた。取れたね。でもこの中はね、見てて涼しそうなイメージなんですよね。そしたら、じゃあこういうのじゃなくて、こういうのとかは？全然想像だよ。この2種類と、これの1種類と、この1種類があるんですけど、どっちがいいのって感じですよね。あ、これやっぱね、濃いめのグレーじゃないと目立たないね。ダメだ。ちょっと、変更します。やっぱね、暗い色じゃないと、こういうのは目立たないんだね。ちょっと変更。まあ、変更できるからいいんだけど。ちょっと変更。まあ、若干残っちゃうか。で、そしたら、残念だなぁ、これ、使いたかったんだけどな。今後、使っていこうと思う。で、そしたら、じゃあ、これから外そう。これ、から外して、
はい、そしたらね、じゃちょっとバリ取りましょう。バリを取りました。どうだかな？はい、切りました。ちょっとね、これも取らないとか。残念だったな。ということで、じゃあ、ここからの、ちょっと、キプラさんで、こんにちは。金箔です。キプラさんが、初めて買ったんだけど。ちょっと待ってね。ちょっと。ちょっと待って。これでもいいか。逆に、ポン酢とかの方がいいのか。プチプラさんで購入されている。じゃあ、これで、ちょっと待ってね。汚れが、
実はこの後何、どういうふうに作ろうか全然想像ができてないんですけど。そしたらレジン熱を一回つけます。多分枠ができてるので、少し入れても多分大丈夫だと思います。結構ね、なんだこれ。なんか切ってるまあこんな感じでちょっと、ベリーネットを広げていきます。ちょっとレジン液を今入れたので、硬化します。はい。そしたら、これをどうやっていこうかな。なんか、悩むんですよね。この後どうやっていこうって。すごい悩む。どうしたらいいんだろう。いろんな何か入れたいって思うんだけどさ。じゃあ一体何入れんのって感じ。だよね。夏らしさをイメージした。いや、
私意外とこう、風鈴パークって、キンキラ、光物も結構多いんだけど、かといって、あ、いいこと思ってた。あ、いいことを思いついた。と、思いますが、今日は、ここまでにしたいと思います。今後どうなっていくか、楽しみにしていてください。なんかせっかくこう、ここをね、スペース空けたから、ここの、ここになんか、お花入れたい。お花？を入れたいなーって思ったのです。入れたいなーと思ったんですね。じゃあ、次回、しましょう。ちょっとね、今日4時になっちゃって、今日ちょっとお薬も入れなきゃ、いけなくなっちゃったので、ちょっとやることが多いので、ここまでにまず次回ね、アイデアをちゃんと練って、今後どんな風になるか、ちょっとね、大人っぽさをイメージしたいので、今回は。なので、大人の女性が付き合えるような、感じにしたんですよね。はい。ということで、本日のレジンは、ここまでといたします。まあね、なかなか、私って突発的に変わったりするから、なんか材料は、こうって言ってもなんか、普通に変わったり、やりながら、あ、これやってみようっていう、感じになっちゃったりするんですよね。それがなんかちょっと皆さんから見ると、まあ、どんな風になるか、ドキドキっていうのもあると思うんですけど、でも、なんかこう、こう、なんか変わるから、疲れるってなる方もきっといるだろうね。皆さんはほら、必ず、こういう風に作るってこう、もう決めておいて、それで、もうね、それに必ず作っていくんですよね。私は結構こう、インスピレーションっていうか、なんかこう、やりながら思い立ったかのように、なんか変わってくる感じだね。そういう感じにしたいな、と。やり方にしたいなと思ってます。だから、前よく、レジンのね、作るのに、こう、スケッチブックで、こういう作りたいという、原始っていうのはないです。こう、なんか最初に皆さんは、デザイン作るのにさ、画用紙とかに、書いたりする方もいるじゃないですか。ああいう風に書いたりしないのって言うから、私しないんですよねって言っちゃって、あ、そうなのって。なんか書いて、前もって書いてればわかりやすいのにねっていう話もちょっとちらほら聞いてるので、もしかしたら皆さん
の中で、こう、まあ、こうやるっていうのは、まあ、もちろんこれをね、使おうと思ったんだけど、ちょっとこれだと、背景を暗くしないと、際立たないというか、目立たないというか、だから、ちょっと、これは無謀でした。うん。この薄い色にはね、これはいいんだよね。夏だから、こう、明治的に結構私は気に入ってるんですけど、この異物な形もさ、なんかどこの形にもない異物な感じなんですけど、はい。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは次回の動画まで。またねー。